おい、起きろ。乱暴はよせ、女子供に。ギル、そいつは子供じゃない。そいつは武器だ。武器？ただの戦う道具だ。バイオレットだ。成長すれば君はきっとその名前にふさわしい女性になる。君は道具ではなく、その名が似合う人になるんだ。バイオレットはどうしてドールになりたいと思ったの？どうしてその仕事が？知りたいのです。愛って何ですか？愛してるを知りたいのです。私は愛してるを知りたいのです。愛って何ですか？私は無表情だとよく言われます。こういう顔です。あんたってほんと人の気持ちが分かんないのね。なんなのお前は。もう少し表情豊かに話せないの？少しは理解できるようになったと思っていたのですが、人の気持ちはとても複雑で繊細で、誰もが全ての思いを口にするわけではなく、ゼロ帰ってくれ。裏腹だったり嘘をつく場合もあり、正確に把握するのは私にはとても困難なのです。良き道理とは、人が話している言葉の中から伝えたい本当の心をすくい上げる。貴様、俺の仲間を何人も殺した貴様の手紙か。多くの命を奪ったその手で、私は人を結ぶ手紙を書くのか。良きドールになれるのでしょうか。燃えています。燃えています。出してきたことでどんどん体に火がついて燃え上がっています。確かにあいつはできそうないかもしれないけど、それでも必死にやってる。あいつが書いた手紙で救われてる人もいる。閉じ込められていた扉の向こうに歩き出す勇気を。バイオ、素敵な手紙を書くんです。彼女がくれたのだから。すっと人の心に滑り込む。本当にありがとう。絶対絶対勝者を死なせません。バイオレット、君は生きて自由になりなさい。心から愛してる。お客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動手記人形サービス、バイオレットエヴァーガーデンです。